はい、こんにちは。今回は MGC のモデルガン M1911A1 レミントンランドご紹介したいと思います。モデルガンファンの皆さんはね、なかなかお待たせしちゃってて申し訳ないと思うんですけれども、まあ、ちょっとモデルガンの方は引っ張り出してからね、いろいろとじっくり調べてねご紹介したいっていうところもありまして、まあ、ついついね、後回しになっているっていうのが一つと、もう一つは、まあ、これもそうなんですけど、まあ、発火モデルガンに関してはね、そのうち発火したらあげればいいやみたいな感じでね、ついつい後回しにしてしまっているのが、実情でございます。まあ、ただ今回も発火はありませんけれども、先にたっぷりご紹介することができるのは、光栄な限りです。さて、このレミントンランドなんですけれども、MGC の、もう最晩年に近い頃ですね、まあ、こういうねパッケージに入って、ガバガバやたらとねカスタムというかですね、こうねバリエーションが出てた頃ですね、レミントンランドとことですね。これは私は多分 MGC で買ったんではないと思うんですよね。でどこのお店で買ったかはもう忘れてしまった。通販だったか、あるいはオークションだったか、もう本当に記憶の彼方でございます。で、まあ、こんな感じで限定品なんで、まあ、修理ちょっと難しいですよとかね、いつものやつが入っていますと。で、取説は教養ですね。このシリーズ、この CP カートを使う世代のものです。要は、内柄を使う、カートの後ですね、インナーの中周りにオーリングを入れたやつ、それを使うカートですね。で、取説は、まあ、MGC らしく、まあ、最晩年までね、MGC のカートはね、しっかりしていました。あ、失礼、取説はしっかりしてましたね。こんな感じでね。はい、きめ細かく書いてあります。で、グリップは、樹脂製のものがついてきたと思うんですけれども、シンプルなね、軍用銃らしいものが。で、それに、このグリップのフレームの部分に収まるウェイトが今もこれ入っています。でこのタイプのウェイトですと、いろんなね、マガジン、あ、じゃない、グリップに取り替えることができるんでね、それはそれで着せ替えが楽しめるということで、これもオリジナルのグリップじゃなくて、私が持っていた別のね木ぐりをね今つけてあります。なるべくね軍用銃らしく、渋い、なんていうんですかね、地味なものをということで、これはね結構オークションで大量にっていうか何個も購入したグリップでね、非常にねこのチェッカリングが握りやすくてね、エアガン、まあ、ガス風呂ですねなんかで実際打つ時にも非常に頼りになるグリップなんですけれども、まあ赤みとねこのねグレーの、ニビ色というんですかね、それの、コントラスト、いい感じなんじゃないかなというふうに思っています。では細部を見ていただきましょう。レミントンランドはね、詳しい皆様ご承知の通り、何の色気も素っ気もないこの刻印ですよね。しかもやはりこの末期のね MGC のね、ヘビーウェイト樹脂、この湯じわがねすごく目立つということでね。はい。でこの頃嬉しかったのは、やっぱりこのエキストラクターがね別部品でライブになってるっていうのが私はすごく嬉しかったですね。マルシンさんのやつは実銃通りの分解がこれできるんですけれども、 MGC の場合は中にねさらにねイモネジが1個入ってますんで、それを外さないとこいつは取り出せないようになっています。まあその辺我慢ですね、もう一息って感じで。はい、ちょっとこの辺もね湯じわが目立つかなっていう。フロントビューはこんな感じですね。インナーバレルの代わりにモデルガンですから、インサートがしっかりと見えています。とね、この A1 のねセーフティーはね本当馴染みましたね。我々は MGC の GM2 のおかげでね、本当に非常にカチッカチッって感じでよくかかります。はい、サイトはねこんな感じですね。割と、しっかり狙うには覗きやすい、いいサイトがついていますよね、ガバの場合は。で、カートリッジは、
すいません、こんな感じで詰めていくわけですね。モデルガンのね醍醐味ですね。火薬が入ってるとね、今でもドキドキしますね。これから発火するんだぜみたいなね。で、あ、そうだそうだ、せっかくですからね、この状態で装着しましょう。ね、モデルガンをお見せするときには必ずこのカットを入れましょうということでね。はい、でこの装填できました。当たり前ですけどね。でちょっとついでに遊んじゃいましょうか、一発ずつね。でバンと撃ちましたと、ガシャコーンと、で2発目も順調に装填と、3発目も4、5、6、最後の1発、あー、なかったか。でスライドホールドオープンということになりますね。絵面としてはいつも通りいい感じですよね。でこのカート自体はね、センターファイア化されています。センターファイアですんで、リムはですね、そんな MGC のはそんなに傷まないですね。はい、CAW さんのがね、残念ながらちょっと傷むんですけれども、あれはまあ逆にここの部分売ってますんでね、まあ、それはそれでいいかなって感じですね。でもう一回ぐらい同じことを繰り返して楽しませてもらいながら、体重測定とレミントンランドの話をしましょう。でこのレミントンランド製の1911A1 は、一番作られたんですよね、ガバン、対戦中の中ではね。今ウィキで調べてますとですね、90万丁ぐらいということですか。ということで一番生産された、ガバじゃない、1911A1 が、レミントンランド製ということになります。でレミントンランドっていうのは、まあ、銃器メーカーだったんですけども、その後ですね、まあ、タイプライターとかですね、非常に経営を多角化していって、最後はこれはちょっとここに書いてないんですけども、私の記憶ではですね、コンピューター会社をなんか買収して、なんか一流の事務機器メーカーみたいな感じになったんですよね。面白いですね、銃器で稼いでね。あ、いかん、パチャンと。でどの角度がいいんですかね、これはね、このお遊びをするときには。スライドストップしっかりかかりますね。まあ打ってて楽しいモデルだろうなっていうのは想像がつきます。このぐらいね、ゆじわがあるとね、こいつ惜しげなく打っちゃおうかとかってね思う反面ね、もう部品供給もないんだと思うとね、ちゅうところもありましてね、なかなかね。でこの時期になると MGC も ABS 版って確かもうほとんど出してなかったはずなんですよね。 ABS の方だったらね、惜しげなくバン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 ね、多少耐久性あるんで、ね、M9 みたいに打てるんですけれどもね。じゃあ体重をちょっと測って、軽いですよ、モデルガンは本当にヘビーウェイトとは言いながらね、656。まあ GM2 とかに比べればはるかに重量感あるんですけれども、っていうところですね。でもまあモデルガンはね、重さが楽しみというものももちろんありますけれども、それ以上にね、やっぱり今やったね、こういう装填廃墟のアクションが楽しめて、なんていうんですかね、実銃通りの構造をね、あれこれ考えながらね、こう遊べるっていう点、模型としてはですね、エアガンよりはもちろんはるかに優れているんで、そのあたりを楽しむ、そのための、まあ、アイテムだというふうに思う次第でございます。どうでしょう、こういうね、本当にシンプルなガバなんですけれども、やっぱりこう、なんていうのかな、こう味のあるっていうかね、やっぱりね、ガバが好きっていう感じになりますよね、こういうの見ちゃうとね。いろんな銃、楽しい銃、美しい銃あるんですけれどもね、これはやっぱりさすがに刷り込まれてますね。まあ、未だに人気があるのも分かるような気がしますね。はい、こんなのを見ながら、遊びながら、いっぱい、もう至福のひとときですね。ではまた。